どうも、サッカリンです。今回はビートルズの絶対に売れないアルバムを作ってみようと思います。ビートルズはもう基本的に何出しても売れるんですよ。ベスト版の1が大ヒットした時にリンゴにコメント聞いた人がいて、そしたらリンゴはビートルズは売れるからね、はははって言ってまして、かっこいいなと思いました。この余裕っぷり。それほどファンと信者が多いわけですね。ただ今回はですね、そんなビートルズでも、いくらビートルズでもこのアルバムは売れないだろうっていうのを作ってみたいと思います。どんなに熱狂的ファンでもこれは買えないっていうやばいアルバムを作りたいと思います。今回は完全にネタ動画ですので、あんまり真面目すぎるビートルズファンは見ない方がいいかもしれません。見てる途中で怒り出しても責任は持てませんのでご注意ください。では容赦なくいきたいと思います。まず1曲目、レボリューション9です。これはもう鉄板、ある意味代表曲です。まず一発目これにすることによって一気に聴く気をなくさせます。長さが8分っていうのはいいですよね。聴く気をなくす要素の一つに長いっていうのがあります。これはそれも満たしてますので完璧です。これは一種の悪夢のコラージュですね。初っ端から悪夢を見てもらいます。次はブルージェイウェイです。本来ならここでグッドナイトという安らぎが待ってるはずなんですけど、さらに悪夢を見てもらいます。抜けさせません。目覚めたと思ったのにまたさらに悪夢というループ系の恐怖ですね。ホラー映画の鉄板です。この曲はとにかく怖い、不気味です。夜道で聴いてたらマジで怖くなった時がありました。次はラブユー2です。やっと悪夢を抜けたと思ったら次はインドに行ってもらいます。ここで3年間ぐらい修行をしてこいってことですね。とりあえず普通のコード進行とメロディーは立ってもらいます。それは贅沢品です。ワンコードに耐えてください。次はジ・インナーライトです。そう簡単にインド抜けさせません。数年間って言いましたからね。一曲だけなんていう生ぬるいことは許しません。耐えた先に光があります。タイトルの通りですね。内なる光を見ましょう。皆さん予想してたと思いますが、 With in you, without you です。インド3連発です。ここまで来ればもうあなたは立派な修行僧です。インド総本山の結構いいくらいの地位についてると思います。ラビシャンカールによく頑張ったねという声をかけてもらって出家します。もうあなたはインドを好きになっていることでしょう。次はマギーメイです。やっとインド抜けたと思ったら完全なる捨て曲を食らわせます。光はありませんでした。レッド・イット・ビー・ネイキッドでは外されてます。それぐらいの曲です。曲はいくらでもあるはずなんですけど、なぜこれを入れたんでしょうか。フィル・スペクターのせいですかね。次はディグイットです。この2曲は捨て曲の双子ですのでセットで食らわせます。 100% 穴埋め以外の何物でもありません。レッド・イット・ビーに入るまでのただの時間稼ぎです。 A 面はこれで終わりなので次はありません。無意な時間を過ごしてもらいます。もちろんこの曲もネイキッドで外されました。ここまでが A 面です。 B 面入ります。ハーマジェスティです。この始まるまでの20秒ぐらいの無音でプレイヤーが壊れてると錯覚させます。そしてプレイヤーを調べようと思って近づいたところ突然の爆音でビビらせます。嫌がらせですね。次はテイストオブハニーです。おそらくビートルズのカバーの中でも人気ないランキング上位に入ってくる曲だと思います。ジョーもこの曲が嫌いでよくウェイストオブマニーと替え歌してたそうです。次はフライングです。ビートルズが一番いいのは歌なんですけど、その歌を聴かせません。非常に眠気を誘いますね。ワイルドハニーパイです。これもお遊びの穴埋め曲ですね。ホワイトアルバムを1枚にするという企画では大体の人がレボリューション9と並んで真っ先に外す曲です。これはジョージの奥さんのパティが気に入ったからという理由だけで収録されました。パティは大変なことをしてくれましたね。ヘイジュードを外してこれを入れるビートルズ、さすがです。次は You Know My Name です。続けておふざけソングを聴いてもらいます。ワイルドハニーパイは短いからまだいいんですが、これは4分あるんで、なかなかきついです。後半はジョンとポールのふざけたおしゃべりが延々と続きます。楽しそうではありますね。最後はゲップまでかましてきやがります。ブライアン・ジョーズがサックスを吹いています。次はポリシンパンです。この曲はかっこいいんですが、やはりメドレーの中の一曲として聴きたいところ、それをぶつ切りで聴かせます。これも嫌がらせです。
最後はマッチボックスです。次の CKM スルーに向けて徐々に盛り上がってきて、さあ次だというタイミングでマッチボックスをかまします。このがっかり感がすごいです。おそらくビートルズで一番誰も知らない曲、ビートルズの一番好きな曲にマッチボックスを選ぶ人、歴史上一人もいない説を検証してみたいです。マッチボックスが一番好き、もしくはそういう知り合いの方がいましたらぜひご連絡ください。これで全曲終わりました。このアルバムのタイトルですが、ビートルズワーストトリップというタイトルにします。これをモノミックスとステレオミックス2枚組で5000円で発売しようと思います。さてこのアルバムが発売したら皆さん買えますか？これが発売された時のビートルズの評価が見ものです。最後に、僕はこのアルバムを通して聞いたら結構好きでした。ご鑑賞ありがとうございます。